今日は私から皆さんに一つお話しさせていただきたいことがあります。私のことを以前から応援してくださっていた方で、ブログとかをね、昔に拝見したことがある方とかはご存知の方が多いと思うんですけど、私小倉唯が、昔から飼っていたチワワのワンちゃん、コナン君っていうペットがを飼ってたんですけども、そのコナン君が、昨年に亡くなりました。どうしてこのタイミングでこのお話をさせていただくかっていうと、まず一つ目は私だけではなくて、コナンはブログとかを通していつもたくさんファンの方に可愛いねとか、いつも見られてすごく元気をもらえますとか、そういう温かい言葉をいただいてたので、いつかは皆さんにきちんと報告したいなという気持ちでいました。でもう一つは、どうしてこのタイミングかというと、実はコナン君の誕生日が5月20日です。亡くなったのがちょうど1年前ぐらいになるので、コナン君は15歳とちょっとで、天国に旅立ちました。今日は5月19日ということで、こうしてお誕生日を迎える前にこのお話を皆さんにさせていただこうかなというふうに思いました。もちろん、皆さん全員がね、私の愛犬のコナンのことをしているわけではないので、こういう話をしても全然関心がない方だったり、ここでこうやって話さなくていいんじゃないかっていうご意見もあるかもしれないんですけど、コナンとちゃんと向き合って、こうしてこう口に出すことで、私自身も皆さんと一緒に気持ちの整理ができるんじゃないかなということで、このようにお話しさせていただいてます。で、どうして1年も経ったこのタイミングでのお話になってしまったかというと、まず私自身が実はコナンがいなくなってしまったことすら家族から聞かされていませんでした。で、どういうことって思われる方もいらっしゃるかもしれないです。すべて隠さずにお話しさせていただくと、実はコナンは、亡くなる1年少しぐらい前から皮膚の病気に悩まされていました。で、その皮膚の病気っていうのが明確な治療法もなくて、たくさんのこう薬だったり治療法っていうのを試したんですけど、一向に良くならず、どうしたらいいのかっていうのを、家族みんなで悩んでいました。そこで少しでもストレスから解放させてあげるために、コナンとはずっと今都内のマンションで母と、私とコナンと3人で暮らしていたんですけども、一度、私の実家がある群馬の方に帰って、もっと広々とのんびりできる、環境で、コナンを暮らさせてあげるのがいいんじゃないかということで、なので亡くなる1年前ぐらいからはコナンは群馬の方で生活をしていました。なのでそれもあって、結構ブログとかのコメントとかでも、最近コナン君見ないけど元気とか、そういうコメントをちょこちょこいただいていて、ただこう事情が事情だっただけに、なかなかこう姿を皆さんにお見せすることができていませんでした。で、群馬に帰ってからコナンはすごく病気が良くなっていたと私は聞いていました。
なのですごく安心して、またしばらくしたらコナンとの何気ない毎日がきっと戻ってくるんだろうなと、そんなつもりで私も毎日過ごしていました。そして私もなかなかお仕事が忙しくって、実家の方に帰れるタイミングがちょうどここ1年ちょっとぐらいはなかなかなかったこともあって、コナンと会ったのは本当に1年半以上前とかになります。そしてどうしてコナンが亡くなってしまったのかっていう話なんですけども、先ほど私は家族からすごく順調に皮膚の病気も回復してるよっていうふうに聞いていたっていうふうにお話ししたと思うんですけども、実は実際のところはその病気もあまり改善していなかったそうです。そしてなぜ家族が私に、そうした嘘をついていたのかというか、嘘をついてくれてたのかっていうと、仕事をやっている上で、そうした愛犬に対しての心配事とか不安っていう気持ちを家族は私に持たせないように気を使って、そういうふうに言ってくれてたみたいです。で、ある日私のおばあちゃんが、病気でちょっと倒れてしまいまして、それをきっかけに、おばあちゃんの見舞いに群馬県で帰省する機会がありました。それがちょうど昨年末ぐらいかなになります。その時は本当におばあちゃんが心配で、仕事もあったんですけども、急遽ちょっと予定を空けさせていただいて、お見舞いに行きました。で、その時にやっぱり頭をよぎったのがコナンの存在で、だいぶ回復しているよっていうふうに聞いていたので、私はおばあちゃんに会った後コナンに会いたいなっていうふうに実家に寄ろうとしたんです。そしたら家族のこう雰囲気がちょっと変わって、まあもちろんその日はちょっと日帰りで帰らなければいけなかったので、もう電車に行った方がいいんじゃないとか、バタバタしちゃうからお家に寄らなくていいんじゃないっていうふうに、こう少し家に寄るのをちょっと遠ざけてるような雰囲気を感じまして、で、あれ？ちょっとおかしいなっていうふうに私もそこで何かを察しました。で、どうして家に寄らせてくれないの？っていうふうに聞いたんです。そしたら父がさすがにもうこう隠し続けるのが苦しくなったのか、私にコナン君が亡くなったっていう事実を話してくれました。で、母はやっぱり私には心配かけたくなかったみたいで、父が言ってくれたことに対しても伝えるタイミングは今じゃないっていう思いがあったようで、なので私はその時何重にもわたって驚いてしまって、すごくショックでした。で、その時一番初めに思ったのは、しばらくコナンにも会えてなかったので全く実感が湧かなくて、夢なんじゃないかなって本当に思いました。で、その事実を知った時にはもう実はお葬式も家族でやっていたみたいなので、もうコナンの姿形も私は見ることができませんでした。これを言うと皆さん家族がひどいんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれません。私自身も最初はそう思いました。だからそういうこともあって、なかなかコナンの
最後っていうのを受け入れられなかったりとか、どうして話してくれなかったんだろうっていう家族への思いがいろいろ重なって、なかなかその気持ちを消化しきれませんでした。でもちろんね、こんな話しなくていいんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうだな、やっぱり私は何事も皆さんに素直な気持ちを届けたいなって思っていて、なのでコナンの最後のことももちろん伝えたかったし、私の感じてる思いやコナンに対しての愛っていうものもこうきちんと全てお話ししてあげることでコナンにも届くんじゃないかなっていう気持ちで事実を全て話させていただいています。で、先ほども、家族に対してひどいんじゃないかって声が上がるかもしれないっていうふうに言ったんですけど、その点に関しては家族がそういう決断をこうしてしまうっていうか、させてしまった私自身にも何か問題があったんじゃないかなっていうふうに考えました。それはやっぱり私自身何かと家族には甘えてしまうことが多くって、で三姉妹で年の離れたお姉ちゃんが二人いるんですけど、そういう家族構成もあってすごく家族の中でも甘やかされて育ってきてたんじゃないかなっていうふうに思います。だからもう年齢としては24歳になりますけど、父や母から見たらまだまだ多分子供っていう認識だと思うし、私もまだまだ母や父にいろいろ頼ってしまってるところがあったから、そういう重く苦しい事実を私に突きつけてしまったらきっと私は壊れてしまうんじゃないかって、そんな風に多分家族にも思われてしまっていたことが今回こういうことを招いてしまった一つの要因なのかなと思いました。なので事実を知らなかったっていうことはすごく悔しいし悲しかったけど、でもそれは誰のせいでもなくて、そういうことも踏まえて全て私自身がちゃんと受け止めなきゃいけないことなんだなというふうに感じました。本当にしばらくはこんなのことを思い出すとすごく苦しい気持ちになって、最後を見取ってあげられなかったのが本当に悔しいです。だけどコナンの最後は父や母に見守られながら眠るように、気持ちよさそうに亡くなったと聞きました。家族からすごく愛されていました。だからコナンはすごく幸せだったと思います。できることなら私も一緒に最後を見守ってあげたかったんですけど、もうそれも今となっては叶えることができません。ただ今の私にできるのは、こうしてコナンの事実をちゃんと受け止めてたくさん思い出してあげたり、たくさん悲しんであげたりすることが私が今ね一番できることなんじゃないかなっていうふうに思いました。すごく悔しいし家族とは言い合いになったりもしましたけど、先ほどもお話ししたようにそうしてしまった原因っていうのはやっぱり私自身の甘さもあったと思うし、家族も
それが決して悪意ではなくて善意でしてくれたことっていうのは責めようがないことだなと思いました。私がすごく心に響いてるのは、母にもうコナンにも会えないのって聞いた時に、コナンはゆいちゃんが知ってる姿形のままでずっと心に続けてるよっていうふうに言ってくれました。私はその言葉を聞いて、あ、これがきっと母が最後まで守りたかったものなんだなっていうふうに感じました。それは最後の最後まで苦しんだり辛そうな姿のコナンを見せるんじゃなくて、元気で可愛い姿のコナンのままで私の胸にはいてほしいっていう、そういう母の思いがあったんだとそこで知りました。私としてはもう大人なんだから、むしろそうした姿も受け止めて最後まで一緒に見守りたかったっていう気持ちがあります。だけどそういうふうに母が考えてしまったっていうのは、何度も言ってるけど私自身の問題なのかなって思わざるを得ませんでした。そんなこともあってなかなか最初は、そういった現実を受け止められなくて、ただ母の言う通り今でも私の中にはあの時の元気なコナンがそのまま居続けてくれています。なんだかこうしてお話ししていてもまだ本当に現実なのかなって思うぐらい、完全に私の中で消化しきれたとは言えないんですけど、ただこうして皆さんにお伝えすることでまた一つ私自身もすごく前向きに進んでいけるんじゃないかなっていうふうに思ったので、あえてこうして皆さんにお話しさせていただきました。ファンの方もこういう話を聞いてまだまだ信じられない気持ちだったり悲しい気持ちになったりするかもしれません。こうして皆さんにお話しすると皆さんもすごくこう気を使ってくださってコナンのお話していいのかなとか、あんまりワンちゃんの話題は出さない方がいいのかなっていうふうに気にしてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私としては全然ワンちゃんの話もしてほしいし、コナン君の話も、皆さんで共有できる方が、その方がより早くこうもっともっと現実を受け止めて先に進んでいけるし、こうして皆さんに思い出してもらうことがコナンの一つ幸せなんじゃないかなっていうふうに、そんな風に思ってます。今はコナンがいなくなった生活ももうしばらく続いていて、寂しさっていうよりはどちらかというとやっぱりワンちゃんとの生活ってすごく幸せだったなっていうふうに感じることの方が多いです。コナンとは小学3年生くらいに出会ってから約15年間たくさんの思い出を作ったり、苦しい時や悲しい時もそばで支えてくれるようなそんな兄弟のような存在でした。コナンと一緒に生活していた日々は本当に毎日が楽しくって、辛いことがあってもその分コナンがいてくれるから励まされたり、コナンがいるから楽しさや嬉しさが何倍にも膨らんで幸せな日々を過ごさせてもらったなと思っています。
コナンがいなくなってしまって、しばらくはワンちゃんを見ると心がギュッとなって、コナンの顔が思い浮かぶ日々もありました。だけど今はやっぱりワンちゃんって可愛くて、街中とかでたくさんワンちゃんを見ると、その気持ちが寂しさではなくて、なんて言うんだろうな、温かさに変わってきて、すごくコナンとの生活は幸せで豊かな毎日だったので、そんな楽しい日々を過ごさせてくれたコナンには本当に感謝の気持ちでいっぱいだし、ワンちゃんと暮らすのってこんなに素敵なことなんだなっていうのを教えてもらいました。こうやって現実を受け止めるまでにものすごく時間もかかってしまいましたし、まだまだ自分の中で消化できてないところもあるんだと思います。少し前はもうこうやってペットを飼うっていうことは考えられないなっていうふうに思っていたんですけど、今はこうして幸せな生活を教えてくれたコナンに感謝して、また素敵な出会いがあったらいつかペットも飼ってみたいって、そんな風に思えるようになりました。最後になりますが、私がこの動画で皆さんに伝えたかったことは、この動画を介してよりたくさんの方にコナン君の存在だったり、すごく可愛い子だったんだよっていうのが知ってもらえて、たくさんの方にコナンを思い出してもらえたら、それが私やコナンにとってすごく幸せなことなんじゃないかなって思って、すごく自己中なことだと思うんですけど、こういう風にお話をさせてもらいました。今この動画を見てくださっている方の中では、私と同じようにワンちゃんや猫ちゃんとか、または他のね動物とかをペットで飼ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかもしれないです。そんな皆さんに、今飼っているペットをもう全力で可愛がってあげてほしいなって思います。やっぱりペットといえど、いつ何が起こるかわからないっていうのは人間と同じことだと思っています。そしてもし天国に旅立ってしまうようなそんな時には、隠したりせずありのままの姿を家族みんなに見せてあげてほしいなと思います。それはやはり私自身が最後の最後に立ち会えなかったっていうのが、こうしてずっとモヤモヤした気持ちを引きずってしまっている一つの原因かなっていうふうに思っているからです。家族として愛するなら、最後の最後どんな瞬間であっても愛しさってものは変わらないと思います。なのでそういう辛い現実もしっかりと受け止めて、または家族にも受け止めさせてあげるっていうことが大事なんじゃないかなって私は思いました。もちろん私のような例はあまりないことかもしれないんですが、中には私の両親と同じようにお子さんたちを傷つけたくないっていう、そういう善意で現実を話さないっていうこともあるかもしれません。だけどどんな選択をしてもいつかは話さなければいけない、受け止めなければいけないことってっていうものは変わりないので、いつか知るんであれば、みんなと同じタイミングで一緒にたくさん悲しんであげるっていうことが一番ペットにとってもご家族にとってもいいんじゃないかなって
私はですけど、私はやっぱりそう思ってしまいました。こうして今回私の口からいろいろお話しすることで、私自身も少し心の整理ができた気がしています。長くなってしまいましたが、私自身の話を聞いてくださってありがとうございました。コナンには本当に幸せな生活、楽しい日々、たくさんの思い出を作ってもらって本当に感謝しています。コナン君は家族にも私からも皆さんからもたくさん愛されていて、本当に幸せだったと思います。心の中ではいつでもコナンは生きていると思うので、皆さんもたくさん思い出してあげて、たくさん悲しんであげて、そんな風に何気なくコナンのこともこれからもお話ししていけたらいいなっていう風に思っています。一つ心の引っかかりになっていたので、こうして全てをお話しすることができてよかったんじゃないかなっていうふうに思ってます。お聞き苦しい点もいろいろあった中、最後までお話を聞いてくださって本当にありがとうございました。